遅い。アムロはね、これ結構気に入ってくれるんだよな。ハムなんかめちゃくちゃボロボロにしちゃうけど。うん、すごいすごいね。じゃあ来ました皆さん、百獣の王アムロです。百獣の王アムロ完成。かわいい。行きたいね。アムロピタ付けしてくれるの。私は百獣の王を従える変態飼い主だ。ニコちゃん、はい、あ、アムロ、はい、うん、うん、すごい。あ、百獣の王が私に懐いている。懐いてる。たてがみかわいい。これはいいな。そうなんの。気に入ったの。うん、気に入ったの。うん、そうなの。すごい抱きついてる。はい、待て。はい、お座りは、お座りは。ライオン、お座りしろ。ライオン、ライオン、お座りだ。お座りだ。お座り、お座り、お座り、お座り。お座りしない。お座り、お座り。アムロ、アムロ。お、野生が目覚め、手に負えなくなってきた。アムロ、アムロ、アムロ。まあ、紐が気になるんだな。じゃあこれ紐をね。はい、すまん。あ、アムロ、百獣の王がお腹を見せている。あ、百獣の王、耳が4つある。4つなの。あらまあ、ライオンちゃん、いいんだね。気になるよね。よし、じゃあここで、百獣の方にいい、あの勇者をぶつけてみましょう。さあさあさあ、あ、さあさあ、戦いだ。お、百獣の王対100ゴールデンの王。勝負は一瞬でついた。ちなみにあのピーちゃんちょっとあのヒート気味なので隔離中です。はい。うわー、お、百獣の王の反撃、反撃、反撃、加勢する。うわー、もうさすがね、もう。体はアムロの方がでかいけどね。そう、ハロの方が圧倒的にね強いよね。もうこういう戦いになるとね、もう完全にもうおっぴろげて言わされてる。ひー、負けたわ。終わり、終わり、はい、やめろ、ハロ、アムロだ、やめろ、はい、これだ、おい、アムロ、はいはい。争いの元はもうこれでないよ。みんな平和なゴールデンにお戻り、お戻り、お座り。あら、ああ、ゆくちゃん。ここに百獣の王たちと、また争いを始めた。やっぱね、体力的ハロの方がやっぱね劣るからね。じいちゃんだから。あの、長期化するとどうしてもね、ハロがね不利なんですよね。うん、まあでもアムロも十分しつこいからね。うわー、なんかスイッチ入ってる。うわすげえ迫力。でかいよね。アムロでかいよな、ほんと。こんなでかいワンコがね、こんなかわいい顔してるよね。よいしょ。じゃあ魔法のアイテムを出しましょうかね。魔法のアイテム、これはね、ブラシだよ。はい。うん、気持ちよくなっちゃうね。うん、うん、うん、はい、こっちだ。はい、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 いい子だね。
はい、気持ち。うん、うん、うん、2人とも喜んじゃう。うん、お前これ食い物じゃない。あ、噛んだ。あ、噛んだ。噛んだ。あ、あ、噛んだ。噛んだ。私の方が強いのだ。でかいのを手なずける私。手なずける私。ブーン、え、ブーン、え、ブーン。すげえ口。あれ、紅茶じゃない。お座り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 。アムロ。お座り。そうはできないね。お座りね。お座り。そうそう。よし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 。よしよしよし。やめるわ、ね。このように凶暴な犬も私にかかればこの通りでございます。凶暴な百獣の王ライオンもこの通りでございます。うんうん、分かったか。はい、分かりました。分かりました。分かりました。はい、ゴールデンレトリバーのカレンダーですね、毎年恒例の2021年版がですね、完成しました。サイズとですね、値段去年と同じになっております。もしよろしかったらご購入いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。